南アメリカのスポーツでは南アメリカの国々で広く行われているスポーツについて記述する。南米大陸では様々なスポーツが行われているが最も盛んなスポーツはサッカーである。他にメジャーなスポーツはバスケットボール、テニス、ゴルフ、バレーボール、ビーチバレー、ラグビー、フィールドホッケー、モータースポーツなどがある。2016年には南米で 初めてのオリンピックとなる、リオデジャネイロオリンピックが開催される。世界最大のサッカースタジアムであるエスタジオド、マラカナンブラジルとアルゼンチンを筆頭として、南米諸国はサッカーの国際大会で常に好成績を収めている。FIFA ワールドカップでブラジルは5回、アルゼンチンとウルグアイは2回優勝しており、さらに1回優勝している国が9カ国ある。これは、 ヨーロッパ諸国の通算優勝回数に一つ少ないに過ぎない。開催国としても記念すべき第1回大会がウルグアイで開催されたほか2014年には二度目となるブラジルでの開催が決まっている。南米大陸の代表選手権であるコパアメリカは最も歴史の長い国際大会で1916年から開催されている。ブラジルのペレ、ロナウド、ロナウジーニョ、 アルゼンチンのマラドーナ、アルフレッド・ディ・ステファノ、メッシ、ペルーのテオ・フィロク・ビジャス、ウルグアイのエンツ・ォ・フランチェスコ・コーリ、パラグアイのアルセニオ・エリコ、コロンビアのカルロス・バルネラマ、チリのエリアス・フィゲロア、エクアドルのアレックス・ワギナガなど、南米は数多くの国際的トッププレイヤーを生み出してきた。また、多くの選手が報酬と知名度を求めて、ヨーロッパのプロリーグでプレーしている。バレーボールは、ブラジル、 アルゼンチン、ベネズエラなどで盛んである。特にブラジルは数々の国際大会で優勝する屈指の強国で男女とも FIVB ランキング1位を維持している。バスケットボールはアルゼンチンで特に一般的なスポーツである。2004年の夏季オリンピックで男子アルゼンチン代表は金メダルを獲得しており、バスケットボール世界選手権では1950年に優勝している。 バスケットボールはブラジルでもポピュラーなスポーツで、世界選手権で男子は2度、女子は1度優勝したことがあり、ベネズエラとウルグアイでも盛んにプレーされている。野球はベネズエラではサッカーを押しのけて最も人気のあるスポーツである。ベネズエラはメジャーリーグに選手を何人も送り込んでおり、2009年まではワールドベースボールクラシックに出場した南米の唯一の国でもあった。 2013年にはブラジルが、2017年にはコロンビアが予選を突破して出場している。ラグビーはアルゼンチンを中心に南米でポピュラーになりつつある競技である。アルゼンチン代表は2007年のラグビーワールドカップで第3位という好成績を収めた。ウルグアイ、パラグアイ、コロンビア、ブラジル、チリ、ベネズエラ、ペルーにもラグビー協会がある。 スペインのバスク地方発祥の灰洗いも南米の随所で行われており、アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、エクアドル、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラに境界がある。バスクの民族スポーツという性質上、多くの選手がバスク人ないしバスク移民である。クリケットはコーノスールでイギリス系移民を中心に行われている。テニスも盛んである。 多くの有名なテニスプレイヤーが南米出身で、グランドスラムで通算4勝を成し遂げた、ギリエル・モビラス、全米オープン優勝のガブリエラ・サバティーニ、フアン・マルティン・デル・ポトロ、全仏オープン優勝のガストン・ガウディオ、2004年のアテネオリンピックでシングル、ダブルスともに金メダルを獲得したニコラス・マスウなどがいる。マルセロ・リオースとグスタボ・ボク・エルテンは ATP ランキング1位をマークした。 モータースポーツでは南米大陸はフォーミュラ1を代表する選手であるアイルトンセナとファンマヌエル・ファンジオを輩出した。ブラジルでは1973年からブラジルグランプリが毎年開催されており、アルゼンチンではフォーミュラ1のホスト国を21度務め、1980年からラリーアルゼンチンを毎年開催している。ボクシングでは数多くの世界王者を輩出し、 特に著名な選手として、パスカルペレス、アセリノフレータス、レオガメスラがいる。ベネズエラは一時期、最古の団体である、世界ボクシング協会の本部が置かれていた。ありがとうございます。